どうしてすごくすごく好きなことただ伝えたいだけなのに今日はタイトルにもあるんですが質問コーナーということでインスタの方で去年の7月に質問を募集してそれからだるくなって10ヶ月ほど放置してたんですが。 今日急に思い出したので、質問コーナーやっていきたいと思います。まあ、スピーディーにいっぱい見れると思うので、最後まで見てください。まず、基本情報に関する質問から。なだですかなだです。もう本名公式発表しちゃいましょう。青松明です。身長と体重は176センチ、68キロ。好きな言葉は、客観視。好きな食べ物は、うどん、麻婆豆腐、寿司、生牡蠣口癖はありますか 逆。自分の好きなところ。自分に嘘をつかないところ。どういう経緯でベテラン中学生になったんですかえっと、ツイッターを始めた時、中学3年生だったからです。ドラえもんの秘密道具を1個もらうならどれまあ、片付きそうなので、スペアポケットですかね。今一番したい髪型は、アフロにしたいです。女子高生に生まれ変わったら何がしたいですかバンドを組みたいです。えー、次。 勉強に関する質問を答えていきます。東大模試の判定は、現役が DDDD DD で、浪人が BDBD でした。センターの点数は、現役842、浪人845。模試の最高偏差値を教えてください。偏差値は分かんないんですけど、浜学園の時に飛び級してて、1個上の学年の模試で、国語が全体1位だったのが一番自慢に思ってます。 模試の最低偏差値は、浪人の時の兄弟模試で、英語で寝てしまって0点を取ったことがあります。高校生の時にやってよかったことは、まあ、インターネットと理算受験ですかね。浜学園の公開テストで10ケに乗ったことありますか多分乗ったことないと思います。自習で使ってた教材を教えてください。えっと、難しすぎるので真似しないでほしいんですが、入試数学の小枠、入試数学プラス、 英語標準問題成功で、灘の校長先生が書いた本。この4冊が印象に残ってます。え続いて、変な質問に答えていきます。金髪にしてください。嫌です。スクショタイムください。いいですよ。最近、んと思ったことは、DM で毎日筋トレの成果と上半身裸の画像と一言を送ってくる視聴者がいます。理算あるあるを教えてください。 えー、卒業後、医者として働くときに、医局制度の権力関係的に東大卒は有利だみたいな話をネットとかでたまに見るが、医局制度とか大学卒業した後の働き方とかの現実味が全然湧いてなくて意味がわからない。これ結構あります。おぽー、おぽー。原豊さんですか違います、えー。続いて、東大に関する質問です。ミスコンに出る予定はありますか 朝起きれなくて多分撮影とか行けないので厳しいです。医学部以外ならどこの学部に入りたいですかまあ文学部かな。緑地公園での思い出を話してください。寸大大阪港っていうところで浪人してて、緑地公園っていうところにあったんですけど、まあ一番の思い出は、現役で文一に受かった友達が遊びに来て、僕自転車乗れないんですけど、公園で自転車の乗り方を教えてくれたっていうのがあります。 受験勉強するときに心の支えは必要だと思いますか、まあ、僕は友達がいたので、それに救われてました。大学落ちるやつと受かるやつの違いってありますかまあ、努力と、センスと、運と、環境じゃないですかね。東大に入って良かったことは何ですかえー、っと、周りがバカでイライラしても、東大でこれだったら他はもっとひどいだろうから仕方ないって言って諦めがつくところです。学歴って必要ですか まあ YouTuber になるんだったら、あった方がいいと思います。えー、次は YouTube に関する質問に答えていきます。YouTube の動画を撮るときに意識していることは何ですかえっと、見やすくするっていうことと、あと、生きらないっていうことです。好きな YouTuber は誰ですかインディビングです。嫌いな YouTuber は誰ですかわかって t v です。コラボした YouTuber いますかえっと本田翼、h o n ダルビッシュ s a d あと、パーカーチャンネル。 これから YouTube を始める素人は何をすればいいですか才能がないと厳しいです。おすすめのバイトはありますか ?YouTube です。次は趣味に関する質問を答えていきます。短歌の魅力を教えてください。ちょっと世界変わるところです。服に年間いくらかけてますか四五十万ぐらいだと思います。おすすめの小説を教えてください。金城和樹五です。好きなアーティストを教えてください。 アジアンカンフージェネレーション、クルリー、モグワイ、ストロークスなど。刺繍は出したりしないんですかできるなら短歌の本を来年ぐらいに出したいなと考えています。好きな服のブランドを教えてください。クードスっていうブランドがよく来てます。おすすめの漫画を教えてください。えー、井上武彦のリアルっていう漫画と、福光茂之の僕の小規模な生活っていう漫画が好きです。好きな映画は何ですか あんま詳しくないんですけど、一年以内に見たやつだと、ジョゼと虎と魚たちです。おすすめの本屋を教えてください。大阪だと、羽文庫と、丸ュ純ク堂梅田店。で、東京だと、水中書店、臨転車、木の国屋新宿店。ラジオとかよく聞きますかと毎週継続するっていうのが苦手なんで、多くは聞けてないんですけど、ハライチのターンとか、 霜降り明星を騙し打ちとか一時聞いてました。大学デビューにおすすめなブランドを教えてください。まあ、人に教えられてきてるようじゃどんなブランドを着てもダサいと思います。好きな画家はいますかえっと、ステラっていう画家が好きです。こじこじ好きなんですか結構好きです。自分で視野三文を書き始めたのはいつ頃ですかこの前、中学校の頃のフェイスブック見たら 限りなくポエムみたいなこと書いてたので、結構昔からなんだと思います。え続いて、恋愛に関する質問を答えていきます。同貞ですか逆に同貞だと思いますか彼女できたことありますか逆にできたことないと思いますか早漏ですか治療ですか逆に僕から皆さんに聞きたいんですけど、早漏に見えますか名だと付き合いがちの女子高事情を知りたいです。 大体ツイッターが鉄力会です。好きな女性のタイプは、言葉を大事にする人、あざとい人、今井くんはなぜモテるのですか可愛いいからです。どうやったら今井さんと付き合えますかえー、今井に聞いてください。めっちゃ好きです。びっくりびっくりびっくり。ありがとう。男子校に通ってるんですけど、彼女の作り方を教えてください。えー、まず女性と普通に話せるようになりましょう。 結構答えてきたんですけど、もうちょっとです。頑張ります。日常に関する質問に答えます。レモンテティィーーとミルクティーどっちが好きですか僕は基本ストレートなんですけど、レモンティーです。いつもシェカラシカでは何をトッピングしてましたか卵、キャベツ、キクラゲ、ネギあたりをローテーションしてました。好きな AV 女優を教えてください。有村千カ。ダイエットしたことありますか我慢が苦手なので、ないです。 なんでそんな変な髪型なんですかえっと、去年の7月は、この質問をもらった時は変だったんですけど、普通になってしまいました。すいません。遅刻壁がついたのはいつからですか中3の冬に親がめっちゃあったかいモンベルのダウンを買ってきてくれて、で、それ着て中学行くようになってから、授業中にあったかすぎて寝るのめっちゃはかどるようになって、で、授業中寝まくってたら夜寝れんくなって、それから遅刻壁つきました。カレー好きですか 普通です。筆箱紹介してください。えっと、最近は筆箱の整理がだるいので、大学に入ってからは、あの、こういう青色のボールペンをカバンに大量に入れて、筆箱を整理する手間を省いてます。えー、いよいよ質問も残り5つぐらいになりました。最後、人生に関する質問。これまでにぶつかった一番大きい壁って何ですか理算受験と、 YouTube と、ま、あと人間関係ですかね。でも突き詰めると自分の平らさっていう気がします。子供の頃の夢は何ですか幼稚園の頃は不老不死の仙人になりたいって言ってて、小6の頃は幸せな家庭を築きたいって言ってました。今は面白いことしたいです。人生最大の自慢話って何ですかまあ、自分が今こんな感じで 幸せに暮らせてるっていうことですかね。東大卒業したらは辞める予定ですかまあ、わかんないですね。その時の気分で決まると思います。え、ということで、質問70個ぐらい答え終わりました。ちょっとめんどくさかったですね。<laughs> この70個答えるっていうのがめんどくさくて10ヶ月も放置してしまいました。でも4月なんで元気なんで、これからいっぱい動画出せるように頑張ります。では、次の動画でお会いしましょう。 Bye.